西部ガスは、激甚化する災害にグループ社員各自が能動的に動くための意識の向上に向けて総合防災訓練を行いました。災害発生時に躊躇なく適切な行動を取る、そんなトレーニングを行いたい。西部ガスでは1983年以来総合防災訓練を行っていますが、今回はこれまでと大きく内容を変えました。台風接近中に地震が発生という想定だけをし、被害状況が刻々と変わっていく内容です。社員らの安否確認から都市ガスが広い区域で止まるなど被害状況を受けて、どれくらいの応援を送り出すかなどの検討が行われました。西部ガスではより実情に即した訓練で対応能力を高めたいとしています。